気持ちはむき、もういいよね、いつもやってるね。じゃあ B バンダイはあの試合内で解放しますので使ってください。それではいきましょう。FAB パジャマに対してはサトゥージョニー。さあ前回 AC では今回は AC なんですけども、かなり厳しい組み合わせでしたが、今回はどうなるんでしょう、分かりやすい。サトゥージョニーいけそうな感じがするんですけども、戻ってきます、捉えてドンからの画面端ラスピー返す、ジャンディー、お、うめ、マジで、すげえ、かすみそう、今のうますぎですね。あっとさあ、ステップで相手を予約していくか。これは匠の技が。さあ、もう勝ち確を逃したことが。うわ、やばい。さあ、今回ミストライナーがね、FDB で跳ね返せるとはいえ、当たってしまいますと、一気にダウン、画面押しとなってしまいますので、ここ気をつけていかないと、厳しい戦いとなるでしょう。ウェコイン、これが強い。チャン S、ジャックからの長男。さあ、AC のスラッシュマークも再びということで、今の終了でございます。さあ、最初のエンド。さあ、ミスファイナー、一気にダメージ。KSD の円滑。さあ、立ち火、小勝君は身長が高いんでね、しゃがんでいても立ち火が当たります。立ち火をうまく使って、まるでスラッシュを見ているかのように走って、終了しました。これはあっと、これはもうダメですね。それが俺のネタということで、これは勝ったのさあ、通称にその辺にしときな。スラッシュでよく見た光景ですね。なんか噂に聞きますと、スズメさんのジョーに一度も勝てなかったという恐ろしい話を聞いたことがあるんですが、そんなことにならないようにね、今回伸ばしていってもらえればと思います。まだ1週間なんでね。いやー、恐ろしいゲームじゃ。さあ、それでは A 番内いきます。井上セイソル対すれば小市クリフ。さあ、行きましょう。メタルオシジャンダイスがセンサル。さあ、パワーアップして AC プラス R になりました。センサルと新規参戦のこのおじいちゃん、ワカロン殺しをガンガン仕込んでいく。まだ顔が一瞬のしか取ってありませんかね。さあ、バースやってしまった。そして顔がもうすでに赤い。そしてセンソルソルの空中投げはすごい気差し高いので投げられたくないですね。しかし、しっかりコンボつないでいく。ジャンファイヒット、お互いに迷ってもうバフニング、うわーい、コーパンでドライブ。ザ・ビービーゲー、ストロボイパージャンケース、蹴り倒して一本選手を狙い制する。さあ、開幕蹴り飛ばして重ね、そして裏回り一番、もう一度。そしてあれには青キャンがありまして、先ほど裏飛ばして表、そしてドッキッドしっかり見ていた。さあ、ガムゾン逃がさない。ガムゾン剣を振り回すジジイが恐ろしすぎる。あー、ダウン引き離し、空中ラッシュ、クリフが強い。
さあ出していくな。さあ甘い投げは通さない、返していく。 8P 投げを決めて流し裏裏ボディが、さあ厳しい状況はどうするんだこれ。マイク、さあ上にいる限りはこの子を剥がされてしまう。おいしそうおいしそう、はい、流してかっこよく。でも今の声が分かるか、おけんかったなこいつクリフ。あーちょっとめんどくさいんで延長します。もうちょっとあの時間がねもう9時なんでね。トリフってやばいですね。さあ行きましょう。続きましてマチャボを解体するはチャップチップ、頑張ってください。イエスで引き剥がしなんだ。あの時を打ってくるとロイさんから頼まれておりますが、さあ AC プラスで下位に負けるところを見たことがないというチャップさんのチップ、ここは大きくハードルを周りが上げていく。さあ対しましてマチャボさんの下位は稼働初日にファーストで9勝連勝、制されて8勝連勝になるとしていたという情報があるので、もうすでにね先週ぐらいしてるんじゃないでしょうかという勢いでやり勝っている様子。そこでセーフピッチ足前からしっかりかぶせる。AC もさあダメージ端投げを抜けている、投げたと思ったら抜けていた、そして見えない見えないが止められてしまう。さあ金です。さあディフェイン池谷翔一コーフェイ、さあこれかかってこの先端になっていた。経験からしっかり投げ端、マイクから通したしかない。お前のやつちょっと細かい操作で若干今までと違うなというところを言う人がいますが、まだ分かんないですね。上海からエスティン、さあここは空中の試合捉えて、これうまい落として見えなくなって投げていた。経験を残し勝ったのは上海、よく頑張りましたね。終わったよと金木氏が終わったとは言っていない。さあそれではベスト4いきます。AGS さんのアンジー対するはサトゥージョニー、いきましょう。 A 番台勝てば決勝進出。Please select your character. シャップさん愛されてますね。さあ行きましょう、ベスト4第1試合、サトゥージョニーですが AGF アンジー、さあ立ちて金 S 本まで入れて画面中央、さあうまくガトリング目をしてつないで画面端、さあこれをもらってしまうとレベル2とゲージ、そして解消されて一気に画面端まで届いてしまうとゲームセットが持っていける。さあ足から一歩置いておいた、あーそういうこと、さあうまいということで当たってしまう。この上コイン投げてしまえば発生保証なので降ってきます。レベルさんはアウトアンもできるんですが、マイケル繋いで、さあちょっと行き過ぎてしまった。マイビデイが見えているサトゥージョニーが一本選手強い、さあ追いかけるタッシュタイク、さあカウンターとハイスラー2、コンボは上段が出なかったか、
下段で引っ掛けて、あーっとちょっとレベル2の下段のコンボ失敗。はい、その人さあ、アンジ側がなんとかしていきたいが、ここは足裏にミストキャンセルから拾い直して、ロマンキャンせずにそのままダメージ与えていきます。ダメージ乗って、さあアンジは非常に厳しい。リターンがね、もう段違いなんで、かなりアンジが苦しそうな試合展開でした。最後は空中までしっかり決めて勝ったのはサクージョニー。では、ベスト第2試合です。小市クリフ対するはマチャボカイ。さあ行きましょう。さあ開幕、おじいちゃん吹っ飛ばされてダメージ。さあスタインした片台が8、カウンターヒットが違う。中央奥攻めは線の線よくでいく。アリミアタックしまうとピンチが高いですよね。さあ引き離しは回避しようとした場所、おっと、いったクリフをバーストから投げ決めて中央チャーガスめくり歩いて投げて引き離し、おっと、やったー、ダメすぎでしょこれ。死んじゃうのこれ。マジかー、死んじゃった。FB目放ししようってことですね。よけて投げも返せるんでしたっけ、あれ投げ手がない。なるほど。さあじいちゃんが落ちて6球チャージ、投げ顔が光ってきた。FB なんでそんなにピュアルんだ。まだアップはしたか。チャージドライブよいしょ。最終ラウンド気絶勝負になってる。我慢比べか。さあこのままね、しっかりガードしていきます。着地後にも波動が出てくるので、よし、はいからよいしょ、あかん、よいしょ、重ねて空中出し関係。ミニア使ってる場合じゃないと。守りでかいな、ミニア使うならこいつだぞ。空中投げ、さあ捉えていった、バックスカリッカー。しかし2敗が出なかったか、3敗にここにバックにしまうという、皆さん言っております。そして一気に逃げて、すごいね、前転なんていらんかった。落として当たらないか、飛ばしてブレー飛びに行く。しかしエース押し返してダウンドから拾い直し、勝ったのは小市クリフ。さあ決勝戦となります。決勝戦は小市クリフ対するサトゥーショニー。三冠刀対日本刀みたいな。強気しキャラだろうという声がね、まあ、自分はあの攻撃、あ、攻撃が T 撃さんのスタッフにお任せします。判断にお任せしました。さあ決勝戦、火曜日から1週間後の大会、2回目の大会ですね、シング大会。決勝のカードはサブーショーに対する小市クリフ。もうみんな来るんだな、あれな。さあジョニーはね、身長高いんで F 式っぽいのがもう激しい空中の関係がしゃがみ状態に上がっています。ほら、いかん。さあ、押す。さあ、AC とは何だったのか。AC プラスワイルから新規登場のクリフが、一気一歩選手。6年間のやり込みを、キャラパワーで、吹っ飛ばしていく。さあ、サトウの6年間が、今、裏切られようとしている。空中ラッシュ、空中ラッシュするのに立たなきゃいけない。おかしいのラッシュはガンガラ当たるんだよこれ。さあ飛んで逃げて、これカウンターヒット確定。そしてリワインブレード、6年目にしてると結果がこれ。
が遊んでるようにしか見えないが、圧倒的に横を1クリフェどうする。若返ってもいける。これどうする。さあ差し込んで若返って、勝ったのは小市クリフ。シングル大会2回目のシングル優勝は小市クリフとなります。おめでとうございます。サプー6年間お疲れ。やめるな。これ 3-on-3 でクリフ3とかだったら参加費5000円とかでいいんじゃないこれ。ダメだなこれ。危ないですね。さあそんなわけで本日のシングル大会、ジャスティスって何だったのかっていう大会で結果となりましたが、まあ、ついでに佐藤のね6年間のやり込みを裏切られてしまってちょっと悲しくなりましたが、まあね、これからのクリフ対策に期待したいと思います。俺はもう今日の試合見てもう無理だなと思いましたんで他の人に任せます。それでは皆さんお疲れ様でした。これからね、課金分のクレジットを入れた後の試合の方を配信、そして録画したいと思いますのでよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。